グータ地区2006年のダマスカスグータは、シリアの首都ダマスカスの東から南を囲む、郊外地域。かつてバラダ川沿いのオアシスト市だった。多くの運河が掘られ、グータは、東と南に拡大した。グータは、ダマスカスとシリア砂漠を隔てる干渉地帯で、都市に、穀物や野菜、 果物を供給したダマスカス周辺の考え農地は370平方キロメートルに達した。1980年代に入ると都市化が進み、緑地が減少した。シリア内戦の前には約200万人が暮らしていたが、2017年には約40万人まで減少した。2011年3月にシリア内戦が始まると、東グータの住民の一部は、 大統領バッシャール・アル・アサドに抗議した。2012年11月、反政府軍に加わった彼らは、政府軍をグータから追放した。2013年2月、反政府軍は、ダマスカスの外環道とジョバル地区を獲得した。5月、イランとヒズボラの支援を受けた、政府軍が反撃に転じ、東グータの包囲を始めた。2017年中盤時点で、 この地域の主要反政府軍は、ドゥーマーを拠点とするイスラム軍だった。イスラム軍のこの地域の戦力は、翌年序盤で、推計1から1.5万人だった次が、アルラフマン軍団で、自由シリア軍と同盟を結んで、中央にし、グータを統治していた。他にも、シャーム自由人イスラム運動や、タハリール・アルシャーム等の小勢力も存在した。年月、 政府軍は地上侵攻を行い、1000人以上の住民を虐殺している。4月、最後の拠点ルーマが陥落し、反体制派は東グータから撤退した。ありがとうございます。